仙台市青葉区日川地区の乗り合いタクシー八つ森号を例にデマンド交通の乗り方について説明します。まずはじめにデマンド交通とは電話の予約などに応じて柔軟に運行を行う乗り合いサービスのことを言います。予約の仕方は簡単。お名前、ご住所、ご利用日と利用したい便、乗車する人数、出発地、目的地、ご自身の連絡先の8点をオペレーターに伝えます。この際、事前に会員登録をしているとご住所、連絡先を省略できるため、よりスムーズにご予約いただけます。例えば、日川花子と申します。12月25日に1名の利用で八つ森号の予約をお願いします。行き先は陸前落合駅から自宅までで16時の便をお願いします。会員番号は001です。日川様ですね。かしこまりました。それでは第5便でお迎えに上がりますので、16時までに陸前落合駅でお待ちください。車両が到着しましたらご乗車ください。利用料金のお支払いは現金か回数券でのお支払いとなります。お支払いが完了しましたら目的地まで運行いたします。目的地に到着しましたらそのままお降りいただき、ご利用終了となります。デマンド区域内であればご自宅の前で乗り降りすることが可能ですので、このような雪の日でも安心してお出かけすることができます。八つ森号などの地域交通は皆様のご利用により支えられています。日常生活に根ざした地域交通となるよう、皆さんで乗り合って地域の足を守り育てていくことが大切です。